はい、ヒルビル放送局、映画は大人の教科書。さあ、これな感じで、収録するのは初めてですね。16時間断食を始めて約3ヶ月。で、映画を昨年はね、ものすごくいっぱい見たんです。昨年は映画館で多分100本以上見てますね。うん。で、家も含めると多分1年間で300本から400本ぐらい見てると思うんですけども、まあ、突然のように1月になって、今年の1月になって、なんか、自分でコンテンツを作る方が楽しそう。うん、もともとね、写真家なのでコンテンツ作るの好きなんですけども、私も映画撮ってみたいっていう感じで、YouTube を始めたんです。でも YouTube を始めてみて、私が、やりたいコンテンツっていうのは何かっていうのを模索し、続けて現在に至るって感じなんですが、まあ、自分でコンテンツ作る方に参りたいと思ってから、映画をぱったり見るのをやめたんです。そして16時間断食を始めた時に、16時間断食が終わるまでは映画を映画館で見ないというふうに決めて始めたんですが、はい。まあ、先月だったかな。秋菜ちゃんの、中森明菜さんの、伝説のライブ公演の映画が一週間だけやってて、どうしてもね、秋菜ちゃんの、まあ、若い頃のね、伝説と言われたライブビデオを、やっぱね、映画館で大迫力で見れるってことで見に行っちゃったんですよね。しかも、結構いいお値段だった気がする。そう、まあ、それからというもの、やっぱり映画は面白いなってずっと思ってたんです。そして、まあ、毎週ね、こうやって映画、TJ 長岡の映画の情報を話してるうちに、やっぱりね、どうしても見たい、どうしても映画館で見たいっていう映画があるんですよ。そして、ね、私が毎週映画館通ってた頃は、まあ、映画館で見ても、まあ、見なくても3、4ヶ月後には早ければ、まあ、Amazon プライムに出てるし、1、2ヶ月も知れば Amazon プライムで、有料でね、買うこともできる、買うっていうか、まあ、レンタルすることもできるし、まあ、スマホで見ればな、なんていうふうにも思ってたんですけど、やっぱりね、ダメなの。スマホで見て。じゃあ、見ても。スマホで見ても、なんだろう、まあ、いい映画はいいし、まあ、パソコンの画面でも刺さるもんは刺さるんだけど、やっぱね、暗い中で、大音量で、聞く、見る、あのね、時間ってのはやっぱ特別なんだなっていうのを、やっぱ秋菜ちゃんのライブ映画を見ながら感じちゃったのね。まあ、そこでもう、うずいて仕方なくて、どうしても見たいのは、まあね、月、1本、2本、3本ぐらいだったら、まあ、いっかみたいな感じで、まあ解禁してしまいました。そんなわけで、解禁一発目は、こちら。アカデミー賞6部門ノミネートのターです。はい。そう、まあね、まあね、この、ポッドキャストは、ポッドキャストなんですけども、話してるバックに、このね、映画 .com から撮ってきた、解説を載っけてあります。はい。なので、まあ、その解説が読み終わるだろうなって頃に、また切り替えるような感じのペースで話していきたいと思うんですが、まあ、さあ、どうなることか。さあ、やっていきます。ターです。ターはですね、ターですよ。とはいえね、解説は、私自身が読んでいったりはしません。あくまでも私の感想を、見た感想をお話していきます。でですね、ネタバレになる可能性も十分あります。はい。まあ、ネタバレにならないように話していくつもりなんです。まあ、話そうと思えば話せますけど、やっぱりね、感想なんで、ネタバレありでやっていく、いきます。なので、ネタバレ聞きたくないって方は、ブラウザーバックするなり、
他のチャンネルに飛ぶなり、他の私の、ポッドキャストに飛ぶなりして、バックされるが方がいいと思います。で、長岡市グループ Facebook でご覧の方は、音声オフにするのもいいんじゃないかなと思っています。まあ音声オフする前についでだからいいねをしていってくださいさあ、お話して聞きますが、まあね、さあまあ、私はね、ぶっちゃけできればもう一回映画館で見たいって思ってます。そう、なぜか、それがものすごく面白かった、いや面白かったっていうことで、言葉では表せない、表現として正しくないかな。ものすごく、なんだろう、この作品と対話したい、この作品としっかり対話するにはもう一度見ないと対話できないって思ってます。もしかしたらもう一回見たぐらいじゃ対話できないんじゃないかってぐらい、奥の深い映画です。で、面白かったかって言われたら、私はね、すっごい疲れた見た直後はもう本当、いやもう一回見たらもっともっと面白いんだろうなって思ったの、見た直後は。ただ見た直後はでもこれもう一回見ると思ったらちょっともう無理だわ、本当疲れたわっていうのが、まあぶっちゃけ正直なところだったんです。でもまあ見終わってから、まあ一晩明けて、今この収録してる時に、思うのはもう一回映画館で見たい、それならもっとこの映画と対話できる。この映画はもちろんだし、監督さん、脚本、そしてこの主演のね、彼女とも対話ができる。で、この映画とも対話ができる。いや、ぜひこの映画ともっと対話がしたいっていうふうに思う映画でした。はい。でですね、まあ、まあ、ざっくりした説明はね、今、ご覧の、ところに書いてあるんですけど、まあ、ポッドキャストで、お聞きの方もいらっしゃるので、ここの部分だけ読むと、ドイツの有名オーケストラで、女性として初めての首席指揮者に任命された、リディア・ター、天才的能力と類まれなプロデュース力で地位を築いた彼女だったが、今はマーラの交響曲第5番の演奏と、録音のプレッシャーと新曲の創作に苦しんでいた。そんなある日、ある時、かつての彼女が指導した若手指揮者の、訃報が入り、ある疑惑をかけられたターは追い込まれていくっていうものなんです。はい。うん。これね、まあ、全部で、155分ぐらいだったかな。うん。で、実はね、これ、前半と後半に別々にエンドロールが入るんです。まあ、多分ね、私ね、ちょっとよくエンドロールの文字まで見なかったんだけど、多分ドイツ語じゃないかな。まあ、舞台がドイツだったので、前編通してドイツ語がほとんど。うん。そう、だっけ、だっけって。だっけ、だっけだったかな。発音がわからんけど、だっけって。まあ、はいとか、ありがとうって意味だと思うんだけど、イエスとかね。そう、で、たまに英語が出てくるの。そうすると、英語のところに、ドイツ語っぽい字幕と、日本語の字幕が出てる、なんていう感じでしたね。うん。で、まあ、主演の彼女も、英語と、ドイツ語を使い分けてお話ししてた、んですよ。そう。でですね、まあ、背景も全部、基本的にドイツなんですけど、ドイツ、ってどういう暮らしっていうのを、今のどういう暮らしっていうのを知ってると、よりね、この映画は面白いなと思って見れると思うんです。うん。私はもうドイツ行ったことないんだけど、YouTuber の方でドイツから来られて、
日本人と結婚されてる方がいらっしゃるんですね。で、その方が、何ヶ月か前に里帰りして1ヶ月ぐらい、ドイツに行ったのかな。そう。その頃に、ドイツの生活っていうのを、その旦那さんがね、体験して、日本人の旦那さんが体験して、こうだよ、こうだよっていうことをお話したのを、たまたま私は、2、3週間ぐらい前に見てたんですね。まあ、それを見てたおかげで、ああ、ドイツって本当にこうなんだ、みたいな感じの、ねえ、なんかね、なんとなくね、ドイツなんだなっていうのを、背景、やっぱドイツなのね、ドイツってやっぱこうなのね、みたいな感じの、日本とは違うところを、見え隠れして、まあ、それはそれで本当ね、面白かったんですが、まあ、内容はね、まあ、ここからはね、盛大にネタバレしていきましょう。はい。まずね、大前提なんですけど、彼女は純粋なレズビアンなんです。はい。作中の中で純粋とは言わなかったんだけど、なんて言ったかわかんないけど、まあ、レズビアンですっていうふうにカミングアウトするシーンがあるんだけど、つまりね、さっきちょっと予告じゃなくてこういう内容だよって話した中で、彼女自身が指導してた若手の、指揮者の方が亡くなったっていうふうにちょっとね、最後に出たんだけど、要は、その教え子と付き合ってたわけ。彼女は。うん。でもその付き合ってたって言っても、それはね、浮気であって、彼女は彼女で、ドイツのその、オーケストラに入るときに、からの付き合いがある、本当の彼女がいるの。その本当の彼女の他に、別の彼女と付き合ってた。そう。まあ、二股ってことでね。そう。でもね、作中を見てる限り、彼女は二股どころじゃ済まないぐらい、二股でも三股でも四股でも、言っちゃいそうな、まあ、本当肉食系女子っていう感じなんだけど、そう。うん。肉食系女子って感じなんだけど、彼女はね、それプラス、パワハラで、女の子たちを、自分のものにしちゃうっていう感じなのね。そう。うん。パワハラで。そう。まあ、あれだよ。私の言うこと聞けば、あなたを、次回の演奏の、ソロバイオリニストに指名するわ、みたいな。そう。うん。まあ、極端にそういうシーンはなかったんだけど、チェロでね、同じようなシーンがあったかな。うん。そう、チェロだよね。中型ぐらいの、チェロでいいと思う。間違ってたらこれね。しね、楽器は、ね、ギターは弾くけど、まあ、それ、ギターは弾くし、弾くけど、まあ、サックスもやってみたいなって本当に思ってたけど、まあ、それ以外はね、特にピアノは、全然、鍵盤見るとなんか、ビビっちゃうような感じなんだけど、まあ、前編通してクラシックの、話もたくさん出てきます。まあ、ちょっとね、止め止めなくなるので、ちょっとね、もうちょっと整理しますけど、一発目、一番最初のシーンに、そのね、スマホで、やりとり、LINE じゃないんだけど、LINE みたいな、ね、よく見なかったけど、そう、WhatsApp かなんかだと思うんだけど、やりとりをしてるシーンがあるの。で、そのシーンが終わった後に、彼女のことを紹介するといったような、彼女の、ね、対談風景が始まるの。うん。で、そこがね、結構ね、10分ぐらいあるのかな。本当彼女がどれほど優秀な、指揮者で、音楽に対して、クラシック音楽に対して、ものすごい熱意を持ってるかっていうのを、もう、そこの冒頭で理解できるのね。そこで、最初の、エンドロール。エンドロールってフロントロールっていうのかな?フロントロールっていうかもしれない。うん。が始まって、まあ、そこが終わってから、まあ、始まっていくんだけど、冒頭のね、最初の方はね、同時並行でいろんなことが、繋がっていくわけよ。ね、ちょっとさっきのお話の中にもあったんだけど、マーラーのね、第5番だったかな。を、演奏するっていうことのプロデュースやってる彼女。うん。そして、新曲を書かなきゃいけない彼女。そう。そして、現在付き合ってる彼女
と彼女の問題。で、彼女が雇っている、マネージャーも女性なんだけど、との関係。そして、そのマネージャーを通して、その、もっと付き合ってた若手、指揮者の彼女とのやりとり。そう。そして、養子縁組だと思うんだけど、お子さんが一人の女の子。そのね、1、2、3、4、5個ぐらいの話がね、同時進行で進んでいくの。同時進行で。だから、前半はね、なんでこんなに話がポンポコポンポコポンポコいろんなところに飛ぶんだろうみたいな。これがどうやってどうなるのみたいな感じなの。感じ。そう。で、どういう風な結末になっていくんだろうっていうのをドキドキしながら見てるんだけど、実は、これは、伏線だらけなんだけど、何一つ解決されないまま終わります。一つも解決しない。そう。もうね、ここは、重要なところなんだけど、この解決したのは、彼女はこういう人だって私たちはもう、知ってるわけよ。前半で。知っちゃったから。一番最初で。で、彼女の生活の一部部分を、私たちは、映画を通して追体験したの。で、その彼女が、その後、この問題がどうなっていくかっていうのは一切描かれてない。うん。そう描かれてないのよ。それは私たちが見る側が想像するしかない。うん。そう。それで、それがまあ前半で、だいたいそれがね、1時間半ぐらいやってたかもしれない。そう、1時間半ぐらい経った時に、そのね、亡くなっちゃった彼女、まあその彼女が亡くなっちゃったってのを知るわけよ。そこから、スキャンダルが、になっていくんだけど、私はね、映画を見る前、このね、ポッドキャストで話してるときは、彼女が、レズビアンだっていうことが、スキャンダルにつながったのかと思ってた。それはね、浅はかだった。うん。そう。もしかしたらね、日本では、有名な、女性の方がレズビアンだったって言ったら、まあ、それはそれでちょっとしたスキャンダルになるかもしれないけど、ドイツではもうそんなことないんだろうね、きっと、この映画を見てると。うん。そう、そこはね、なんか、ギャップを感じたんだけど、彼女がスキャンダルになったのは、パワハラ、パワハラともね、言われてないよ。劇場で、そう言われてるわけじゃないんだけど、私が見てた限り、パワハラでね、女の子たちを、従わせていったっていう中で、従わせたっていうか、まあ、夢中にさせちゃうわけよ。うん。そう。まあね、レズビアンじゃない、普通のね、人、まあ、ヘテロセクシャルって言うんだけど、まあ、普通に女性で男性が好きな人、まあ、男性で女性が好きな人、普通の場合はヘテロセクシャルって言うんだけど、ヘテロセクシャルの人が、まあ、レズビアンの人に、じゃあ、なびくのか、なんていう人もいるかもしれない。そう。でもね、統計上ね、そういうエッチな話の統計っていうのは、実はネットに結構いろいろ出てるんだけど、女性の約 20% は、形はどうであれ、女の子同士でちょっとエッチな経験をしたことがあるっていう風なデータが出てます。まあね、まあ人それぞれだから、まあちょっと過度なスキンシップでもまあエッチな体験って言っちゃうかもしれないし、ちょっと行き過ぎたエッチな関係もあるかもしれないけど、まあ、私もね、オカマバーのママっていうか、ニューハーフのお店のママだったので、まあちょっとね、エッチな話もすることもあるわけですよ。そう、女の子たちと。お客さんと。まあ、聞いてみると、私も興味あって聞いてみたんだけど、そう。やっぱりね、一定数、全然レズでも何でもないけど、女の子同士で、触り合ってみたりとか、したことあるっていう子は結構いる。もう絶対に女の人に、女の子同士って、ね、ありえないっていう人も、まあ、当然いるんだけどね。うん。まあ、そういう意味じゃ、まあ、手名付けられていけば、っていうのが、まあ正直なところ。そう。うん。まあ、私の場合は、
あ、ちょっと私の話はやめとこう。話がなくな長くなっちゃうから。そう。まあ、それで、まあ、手なずけたその女の子が、まあ、苦し、亡くなっちゃうんだよ。なんで亡くなっちゃったとか、なんで、そういう風になったかっていうのは全然語られてないんだけどね。そう。で、その、亡くなってしまった後に、それに対して、パワハラかなんかのスキャンダルが持ち上がるわけ。そう。で、そのスキャンダルの内容も全然語られてないんだけど、それでね、徐々に、このタラがね、追い込まれていって、いろんなプレッシャーの中、おかしくなっちゃうの。うん。で、実際の録音っていう、公開録音の舞台でやらかしちゃうのよ。ほう。うん。でね、まあ、チラシとかね、なんかネットの情報なんかを見ると、まあ、事前の情報なんか見ると、最終的に衝撃なラストとか書いてあったんだけど、全然衝撃でもなくて、そのね、やらかしちゃったところが、ま、衝撃っちゃ衝撃。そう。でもそこまでの彼女を見てると、なんかわからんでもないようなことが起こるわけ。うん。そう。で、起こった結果、このターラは、追い出されちゃうのよ、その。ベルリンのオーケストラを。そう。そこからが、まあ、もうラストに向かって畳みかけるっていう感じなんだけど、で、まあ、追い出されちゃった結果、まあ、そういうのをサポートするね、組織もあるみたいで、まあ、そういうところから、まあ、再始エージェントというかね、再出発しましょうみたいな、いや、もう一回、積み重ねていきましょうなんて感じで、新天地に向かい、まあ、そこでね、オーケストラ、別のね、オーケストラを指揮する。まあ、そこは多分ね、まあ、ベトナムかどっか、アジアのどっかみたいな感じだったんだけど、まあ、それで、ちゃんちゃんって感じで終わるのよ。そう。ただね、そのね、音楽に関する情熱はね、やっぱ全然変わらないままなの。ただ、それで終わるんだけど、そこまであった、じゃあその、新作はできたっていうシーンがあったね。そう。で、新作はできたっていうシーンはあったけど、その、彼女が、このターラが付き合ってる彼女との関係は、じゃあどうなったのっていうのは、もうスキャンダルがあって、訴訟を起こされた時に、その、ただ、自分で出したら、それを言われることになって、それっきり、その話も出てこない。どうなったの？そう。で、じゃあ、その、どうなったの？あ、どうなったの？で、家も、その、住んでたアパートも、どうなったの？まあ、いろいろあって、どうとか、まあ、その、スキャンダルになったことも、わかんない。そう。もうね、前編として、本当ドイツってこうなるわっていうね、雰囲気の、いっぱいあるし、そちらの、色合いのドーンが、やっぱね、オーケストラの神々しい重圧をね、感じるような全体の絵で、もうね、彼女がね、結局、追い出されちゃって、もうその、ベルリンから追い出されるまでは、ものすごくね、この映画社員にすっごい圧力があるのね。そう。もう緊迫感とかじゃないの。怖い映画のね、ホラー映画とか見てる、もうゾワゾワゾワってくる、空気の周りが震えてるようなゾワゾワ感とかじゃなくて、なんかもうね、画面から触ってくるそのエネルギーというか圧がすごいのよ。まあ、こんなに圧が強い映画はね、ほんと久しぶりに見たわ。そうなの。ほんとそんな伏線を散りばめるだけ散りばめ、彼女はこういう人だっていうのをバッて出した後、伏線を散りばめるだけ散りばめて、何にも解決しないまま、最後は再出発みたいな感じで終わるんだけど、ね、やっぱね、脚本がすごいよ。脚本もね、絵もね、音楽もほんとすごくて、音楽も音もすごいの。どっちかってね、前半は、映画を見てるというよりも、音を聞いてるって感じ。なんかね、ものすごく、まあ、映画館のさ、サラウンドを効果的に使って、もう、なんだろう。どういう、まあ、なんか例えるのがなんだけど、某 3D 映画よりも、ずっと 3D なの。まあ、画面は 2D だけどね。音がほんと 3D で、なんだろうな。
扉を叩く音とか思わずね、えっと思って振り向いちゃうぐらい 3D な音がものすごく、あのね、いやーこれはね、これこそね映画館で見なきゃ本当何の意味もないんじゃないかっていうぐらいすごい映画だったね。うん、いやー見に行ってよかった。いやー本当にできればもう一回見たい。でもなぁ、もう一回見るんだったら別の映画を見たいっていうのは、まあ正直なところでさ。そう。まあそんなわけで、このターンに関してはここまでになります。まあ新潟県長岡市のシネコン T ジョイ長岡での話したんですけど、T ジョイ長岡ではターは、とりあえず、今週、来週の木曜日までは、多分私が見たのと同じ18時10分からだいたい21時ちょっと過ぎぐらいまでかなの回がやっています。そう、まあちょっと内容にも触れてお話しするので、まあここまで聞けば、まあ聞いた上でもう一回私も見てみようって方がどれくらいいるかどうかわかりませんが、まあね、多分ね、100人いたら、このターを、本当に面白いなっていうか、すごいなというか、この映画、すげえわって思ってくれる人は、多分ね、30人ぐらいいるかどうかかな。まあ、3割ぐらいかなって思ってます。多分ね、エンタメの、エンターテインメントの、映画、がね、見慣れてる人たちは、やっぱちょっとこれはきついんじゃないかなって正直思ってます。はい。本当に映画と映画作った、この映画を作った多くの人たちと、私たち見る側が対話するという映画になってますね。そう、本当受けるだけじゃなくて、受けて、お互いに受け返すっていうような映画になってます。ぜひね、本当これこそ映画体験の、現在までね、ずーっと作られて出てきてきた映画の中の映画体験らしい映画体験だと思いますので、ぜひね、皆さん映画館に足を運んで見ていただきたいなと思う、ほんとおすすめの一本です。ただね、見た後に、もっと思う人もいっぱいいると思う。そう、絶対見る人によって絶対 120% 以上見方が全く違う。そう、同じ感想を言う人は誰もいないでしょっていうぐらい、そういうね、本当、奥の深い映画でした。そんなわけで、このポッドキャストは、長岡市グループに掲載することを目的にしているポッドキャストなんですが、このね、感想のやつに関しては、リンクをね、ポッと貼るだけにしますので、はい、お聞きの方は、ぜひね、ここまでお聞きいただいた方は、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。そして、実はもう次見たい映画が決まってます。決まってます。今、噛んだよね。決まってます。次見たい映画と言ってももう来週なんですけどね。そう。この配信がされてるのはおそらく、土曜日か日曜日だと思うんですけども、もう公開中です。はい。怪物です。この映画もね、数々の賞を、受賞してます。はい。そして、音楽はね、坂本龍一さん。これが遺作となります。3月に亡くなられた坂本龍一さんの遺作。はい。そう。まあ、内容に関しては、まあ、予告編を、このポッドキャストの、予告編だけまとめたリンクを、このポッドキャストの、概要欄に貼ってあるので、そちらをからご確認ください。そう。で、まあ、どういう内容かっていうのは、まあ、前回の、大人は映画大人の教科書だ。の、T ジョイ長岡の最新映画情報の中でもお話してるので、細かいことをお話しませんが、そう。この映画も、LGBTQ のクイアなんとかどうのこの賞っていうのを取ってて、そう、見てみないとわかんないんですが、まあ、なんでっていうふうにちょっと思ってます。はい。このね、まあ、ざっと内容を言うと、
この子供たちが、まあ、ひょんなことから、学校の中で喧嘩をしたんです。で、まあ、子供が喧嘩して帰ってきたということで、お母さんが、先生にやられたとかいう感じで、お母さんが、学校に抗議に来るっていうところから物語が始まります。そう。で、まあ、子供同士のよくある喧嘩っていう流れなんですけど、私のね、勝手な予想なんです。私はまあ、チラシとか、見に行く前は見ないんですけども、私ね、予想からすると、まあ、この子供たちの喧嘩の中に LGBT でのことがちょっと関わってくるのかな、みたいなのがあるのかな。それかもしくはして単純に多様性っていうことの問題として LGBT とかクィアの賞をもらってるのかな、なんてことを考えてますが、まあそれは見てみないとわかりません。これね、私はね、来週の水曜日に見に行きたいと思ってます。はい。まあ、もしね、同じ時間に見に行けるって方がいらっしゃったら、ぜひ、一緒に見に行きましょう。そう。私はね、上映時間まだ調べてないんですが、このリンクを、名古屋市グループに貼るときには、何時の回を見に行く予定ですというふうに、書こうと思いますので、行ける方がいらっしゃったら、同じ時間に一緒に見て、終わったとお互いにいろんな感想をお話しできたらいいなと思ってます。はい。そんなわけで、今回初めて取り組んだ、映画の感想シリーズ、いかがだったでしょうか？また来週。バイバイ。